願げ如来真実義無上甚深微妙法薬千万語難遭遇我今見門徳住持願見如來真実義。今日はいつもより一日早く、話をさせていただければと、明日は、東京、明後日は群馬なので、今日接種前の話です、今年で道場になって17年ですけれども、まあ、これから、道場としてこの安泰寺で何がしたいかという話が、できればと思ってます。この話はおそらく以前にもしたと思いますけれども、この安泰寺の住職に、任命されたことをきっかけに、今の妻ともみに、プロポーズをして、出会ったのは大阪でしたけれども、彼女も大阪生まれ大阪の育ちで、私と付き合ったのは、たった6週間だったんですけれども、まあ住職に任命されそうになった時に、まあ、プロポーズして、その時ともみに聞かれたのは、何年、そこの寺をやるのか。まあ、どうやら檀家のない山奥の寺ということ、なので、彼女というよりも彼女の親が心配だったと思うんですね。娘が、山奥についていかれ、ついていかれると何年やるの、でまあ少なくても10年だとその時言いました。今から、50年以上前ですけれども、内山老師が沢木老師の後を継いだ時はもう最初から10年と決めて、でその決めた通りに10年後には引退なさって、一番弟子に後を継がせた。ですから私もまあ最低10年はやらなくちゃいけないと思ったんですね。内山老師の後を継いだ、渡辺老師は12年間、後を継いで2年後には京都からここの九十山の、地に安泰寺を移転させて、九十山では、さらに10年をやったんですね。全部で12年。でその後は私の師匠が後を継いで、15年後に、不慮の事故にあって亡くなったんです。それを、まあ、きっかけに私が後を継ぐことになったんですけれども、沢木老師は16年ほど、安泰寺の道長として名前を出してたんですけれども、実際には東京で住まれて、駒沢大学で教えたり、全国回って接種をしたり提唱したりしましたから、16年道長をやったといっても、実質ここで、安泰寺で過ごしたのは最後の3年だけらしいんですね。その前の4代はいずれも10年足らずで、まあ亡くなったり、お辞めになったりしますので、今まで15年以上やった人、実質15年以上やった人はいない。私もまさかまだ17年目でやると思ってなかったんですね。みんな10年から15年の間ちゃんと後継ぎもできて、バトンタッチができてたので、私もまあ早ければ10年遅ければ15年でバトンタッチして、子供たちが中学生になった頃にはもうここ離れるんじゃないかと、そういうふうに妻に約束したら、まあこの頃約束は違うんじゃないかと、怒られているわけです。
まあその話をしたら、この間道仙さんにその話をしたら、本当に申し訳ないと私たち弟子の育ちが悪いんですけれども、それはまあ言うまでもなく、あの学童用人誌に書いてある通り 100% 師匠の責任、弟子が育つか育たないかは人へに師匠にかかっていることですから、現時点で育ってないのが 100% 私の責任であります。これからあの何がしたいかというと、結論から言うと、あの道元禅師には一個半個の説得という言葉があります。こういうふうに書くと思うんですけれども、違いますね。一個半個、の説得。この一個半個というのは弟子のことですね。一人でもいい、半分でもいいから、そういう弟子を、まあ、得ること。で、インターネットでこの言葉を検索すると、中にはこれは弟子は一人でも多い方がいいというふうに解釈する人もいます。一人でも半分でも多い方がいい、なるべくたくさんの弟子を育成すべきだと、でもおそらく一般的な解釈としては、数ではなくて本物の弟子を、もう数が少なくても一人でも、まあ半分はおかしい話ですけれども、半人前じゃ困るわけですけれども、どんなに数が少なくても本物の弟子を少なくても一人二人ぐらい育てたいという願いとして解釈されることが多いんですし、私も道元禅師はそういう意味で一個半個の説得を言われたんじゃないかと思います。今日本では一人以上の弟子を育てるお坊さんがすごく少ないと思うんですね。ほとんどの場合は長男を弟子にして、その長男を、まあ、できれば駒沢大学に送って、在学中には発仙式を済ませて、本山の僧堂安合をさせてから、まあ、司法という流れが一般的です。次男にも僧侶の資格を取らせるお坊さんもいますけれども、3人も4人も、在家の弟子を持つ人はほとんどいないですね。そもそも在家の弟子はいらないという人がほとんどだと思います。中には逆に、曹洞宗の中には100人以上弟子を持っている人もいます。そういう人は、まあ、それこそ一人でもいいからたくさん弟子を作るべきだと。師匠の側からしたら、多分100人いるのと101人いるのと大して違わないと思うんですね。私の場合ですと、特度の弟子は20人ぐらいいます。1番目、2番目、3番目までは覚えてますけれども、4、5、6あたりだと順番とか名前がなかなか出てこない。ですから、これから、さらにたくさん欲しいという思いは正直私にはないですね。ましてやもし100人いれば101人もいらない。ただその101番目の弟子からしたら、自分がたかが101番目という多分思いはなくて、師匠が100番目の次に自分を弟子にしてくださったということによって自分が救われたというか、そのおかげでこの道を歩まさせていただいている。ですから、そういうふうに一個半個の説得を解釈しても構わないと思います。一人でもいい、100人より101人がいい。
なぜならば、その101番目の弟子からしたら、たとえ101番目であっても、自分が得度したことによって自分が救われているわけです。ですけれども、今の私の心境としては、さらにたくさん、参禅者を安泰寺に来てほしい、なるべく多く、弟子に出家得度させたいというよりも、今日、たまたま今日円錐線をやりましたけれども、ミカエさんはこの円錐の中に浮いたもみ、これは悪いもみですかと聞いたら、エコさんには悪いもみじゃないと答えたんですね。悪いもみじゃないけれども、ちょっと軽くて身にならないもみだと。だからそれを選別して、重いもみ、身になるもみだけを取るんだと。で、その時は安泰寺の参禅者みたいだと言ったんですね。この軽くて身にならないもみ、つまりこれからは、もちろん安泰寺で修行体験をして、それがいい思い出になった、後々の人生においても、それを何らかの形で生かすことができる、そういう人がいてもいいと思うんですが、私の希望としてはそれよりちょっと、重い、気持ちで来て、それこそ3年間ここに命をかけて、でゆくゆく身になる、身になるということは私の希望としては、ここで出家得度、ゆくゆくはもし司法したとしたら、一人でも二人でも自分の弟子を今度持ってもらって、米と一緒で、一回作ったら終わりじゃなくて、一部のもみからまた芽を出してもらって、そしてその次の年また芽出し、そうしないと法が伝わらない。私がここで道場を受けて後継ぎを育てたい思いの一つは、もちろん安泰寺という場所、ここの建物を守りたいというのもあります。伽藍を守りたい。でも伽藍より大事なものはあると思います。それはこの法、沢木老師、内山老師も説いた、自分が自分の自分する修行、自己義理の自己による菩薩の実践、それが伝われば、たとえ安泰寺の伽藍が潰れたって私は構わないと思います。ですから皆さんの中から1人、2人、3人、そういう実践方法を伝えてくれたら、やがて安泰寺が潰れたって私は全然構わないと思う。ただ私は平成2年、初めてここに来て平成5年に出家得度させて、非常にこの安泰寺という場所でもお世話になった、ここの場所は好きだし、自給自足の生活形態も好きだから、できれば場所ももちろん守りたい。でもそれだけじゃない。それよりも釈尊、道元禅師、沢木老師、内山老師等でずっと、歴代の祖師方が伝えた仏法を伝えるのは私の一番の思いであって、そのために16年、やってきたし、できれば私の代で絶やしたくない、伝えたいというのが私の思いです。でまずここの道長になった時の話をしたいと思います。これは以前にも本に書いたり話したりはしましたけれども、今から16年前の2月、平成14年の2月14日でしたけれども、その頃私は大阪でホームレスをやりました。大阪城公園でテントを張って、毎朝テントの外で座禅会を開いてました。
で安泰寺には師匠と、雲水2人と三千社1人しかいなかったんです、4人でした、私がちょうどその前の年の夏に安泰寺を出たんです。私がいる、8年間ぐらいは師匠のもとにいましたけれども、最初の2年間は6人でいました。だいたい6人というパターンが長く続いたんです。道長と、雲水5人、まあ三千社も1人2人いたりしました。その三千社がやがて雲水になるというパターンが多かったんです。今と違うのは三千社より雲水が数も多いし中心になっているんですね。三千社の出入りは今ほど激しくなかったんです。ですから全体の数は少ないけれども、出家得道して、まあ、まず10年はおろうという雲水は、まあ、3人4人5人ぐらいいたりしました。で実際に、まあ、10年いなくても半年1年で出る人は少なかったんですね。まあ三千社が得度しないで出ることがありましたけれども、一旦出家してしまうと、まあそれこそまず黙って10年というのは言われてたので、本気になってそのつもりでやってました。で私は2年間師匠のもとでやって、1年間臨済宗でお世話になって、1年間は曹洞宗の地方僧堂に行って、5年目で戻ったら10人ぐらいいました。まあ今は13人ですけれども、10人おって多いなと、で寒がはかどる、楽になったと、10人おれば楽なと。ところが2年経って道長と雲水3人になっちゃったんですね。私の最後の2年、7年目8年目、その時私がまあ主祖になってたんですけれども、私と後輩2人と道長4人でやってました。で私が出た後にまた1人三千社が入ってたので、平成14人も4人でした。で師匠はブルドーザーで除雪してバス停の近くで川に落ちて亡くなった時に、ここにいる2人の雲水は2人ともまだ司法どころか発戦もまだしてないんです。1人は地方騒動に暗号することが決まって事故のあと1週間後に、出て、もう1人はまだ修行歴が短くて、後が継げるような資格はないんですね。でもう1人が、三千社で割とすぐ出てしまったんです。で私の先輩、日本人の先輩は4人いました。鳥取のお寺に入っている1人はいましたし、1人は目が不自由で、盲学校で針の勉強をしていました。もう1人はまだ司法は終わってたんですけれど、まだ随生が終わってなかった人が1人いましたね。もう1人は四国の小さなお寺に住職としてちょうど入ることが決まってたんです。で師匠は急に死んでたので、まだ後継ぎは決めてなかったんです。まさか私に後を継いでもらおうと思ってなかったと思いますし、私もまあゆくゆくは座禅道場ぐらいは持ちたいという思いがあったんです。大阪城公園でやってた座禅会が非常にまあ楽しかった、その時の生活が楽しかったので、まあ 2,3 年ぐらいは大阪でやってみたい、 4,5 年やってもいいけれども、いずれはドイツに戻って小さな道場を持ちたいとは思ってましたけれども、安泰寺のような、まあ人もたくさん来るし、寒が激しい、農業しなくちゃいけない、
米も作る、重機動かす、そういう能力はとてもじゃないけどないと私は思ったんですね。現に私はユンボもブルドーザーを動かしたことはない。畑こそはやったことがあったんですけど、田んぼの係もやったことないし、止水もやったことないし、メインテンゾもやったことないし、ですからまさかやれると思ってないし、それをやらされることになると夢にも思ってなかったんですけれども、まあ先輩はそれぞれお寺に入っているということもあって、まあ最初は留守番を頼まれて、2月から留守番を頼まれたら、ちょうどこの頃桜が咲きそうになった時に、師匠の四十九日の法要の頃に、お前がやったらどうだという話になったんですね。で、私は決して嫌とかやりたくないと思って なかったんですね。むしろこんな光栄なことはない、やれるかどうかは分からないけれども、こんな光栄なことはない、ずっとお世話になった安泰寺を今度道所としてやらせていただけるなら、できるかできないかわからないけれども、やれと言われたらそれはもうやらせていただく、しかないと、それほど迷いもなかったんですね。一人の、まあ、一番上の先輩にはやめた方がいいと言われたんですね。なぜですかと聞いたら、安泰寺に金がないからと。その時思ったんですよ。金の問題かと。まあ私ホームレスやってたわけですから、まあ金がなくたって座禅はできるし、農業はできるし、金がないが問題なのか。まあ先輩に言わしたら、京都からここに移転した時は金がたくさんあった。だから建物も建ったし、機械も買えたし、修理が必要な時はその金はあったけれども、代が変わって私の師匠の宮浦老師の代からはもう、お金がないから、まあ、大変困ってたと。まあ、運水のお前には見えてなかったんだろうけれども、道場は大変苦労したはずだと。ましてやこれからは伽藍も修復しなくちゃいけないんだろうし、屋根は雨漏りしているし、もう機械は全部錆びているし、やめた方がいいよと。私は、まあ、さっきも言ったように別に安泰寺の伽藍をきれいにしようという思いは最初なかったんですね。伽藍が潰れたって、潰れるまではここで、座禅して修行して、10年15年で弟子が1人2人育てばそれでいいんだと、伽藍潰れたっていいやと、いざという時はテント張ればいいじゃないかと、大阪でやってたんだからとか、もうそこに立っている鶏小屋みたいなの建ててそこでやればいいじゃないかと。お金が問題だったら大した問題じゃないと。まあとにかく、ともみと結婚して、ここの道長になったわけです。最初は、まあ四十九日の法要の後にはみんな出ちゃったんですね。私とともみとちょうどその頃に入ってた三千社と三人でやったんですね。夏の間は人が、出たり入ったりしましたけれども、ずっと冬まで行ったのは私たち3人だけ。三千社も冬の前に、出たんですけど、一旦出て別の寺に入ったらやっぱり安泰寺がいいということになって、年末に戻ってきました。で、ともみは大阪で、過ごして実家で過ごしたので、最初の冬は私と三千社1人、2人だけですけれども、一応今と同じ冬暗号のスケジュールですね。ですから三千社が毎日天井、毎日直道で毎日輪行私と、まあ、1対1で問答する、
まあ彼は一番大変だったと思うんですけど、毎日同じやつのまずい飯を食わされて、まずいリンクを聞かされる。私もまあそれなりに、苦労したつもりですけれども、次の年に参戦者が出てしまって、別の参戦者で2年目の冬同じパターンでやったんですね。また2人で、3年目は今度はポーランド人の、他のお寺で得度した運水が入ってきて、3年目の冬はこのポーランド人と過ごして、で彼は結局2年半ぐらい私に残ってて、それにだいぶ助けられたんですね。それまでは毎年この時期になるとゼロから新しい人に畑はこうします、田んぼはこうします、天井はこうこうこうで、かまど、で薪をこうくべて、火のつけ方から教えなければいけない。だからここに来る参禅者から「あんたには道場はいないじゃないか」と言われたこともあるんです。お前はたった普通の首相じゃないかと。お前は運水頭の働きしかしてないじゃないかと。道長となればもっとなんか老子らしく、やるはずなのに、お前は運水頭でしかないと言われたこともあるんですけども、実際には運水頭のことをやらないと何も回ってなかったんですね。で、このポーランド人の運水が入って、ようやくまあ私に代わってちょっと運水頭っぽい、人が、来て、彼に作務を任せたり指導を任せたりすることができたんですね。ただ残念ながら彼は、酒癖も悪くて女癖も悪かったんですね。気がついたらいっぱいあるはずの酒のもらい物がない、どうも運水頭が一人で飲んだとか、まあ参禅者との女の人と仲が良くなったのはいいけれども、今度は別の女の子にも手を出して、それでなんか2人が私のところに来て、なんか私が彼の彼女のはずなのになんか でまあ結局2年半いろんなことがあって、彼に、出てもらおうことになりました。でまた私が運水頭みたいな、感じになったんですね。2年半ぐらい残ったのはこのポーランド人の運水、それから、私が道長になって、5、6年目あたりにここに来た日本人の運水、彼も2年半ぐらい残って、永平寺別院に暗号することになったんですけれども、1日で逃げ出して、その後音沙汰がない。でもうここを畳んでしまおうかと思った時期があったんです。7年目8年目で、その時に、エコーさんはちょっとだけかぶってます、アレックスと。もう一人アンテという、2人の外人たちに、まあ半年間は大人の修行ですから、もう2人でやって、私はもう、自分の勉強と家族のことしかやらない、だから座禅も作務も全部2人だけで、やってくれと、今から7、8年前に、もっと前かな、10年前近くですね、7年目の時にはそういうふうに、過ごして、でその年にエコーさんが来たり、スザンナさんというスペイン人の女の子が来たり、ブリギッテというドイツ人のごっついアマさんが来たり、秋には3人しかいないのが急に25人ぐらい増えた時期があったんですね。で、まあ、具象さんとか、随喜さんだとか、しばらくここで過ごした運水たちが来て、で、無意君、みんなさんも
皆さんじゃないけれども、一部の人も知っているアメリカ人の人数が来て、いろいろと、あったんですけれども、人は増えたし、ようやく私も雲水頭を卒業して、少しまあ、もうちょっと道場らしい役ができるようになったんですね。で、それと並行してというか、私の最初の本が出たのは今から6年前だったんですけれども、その本が出ることがきっかけで安泰寺を、まあ、日本国内で知る人が増えたんですし、私の本を見て、安泰寺に来るようになった人もいると思います。ですから人は増えたけれども、逆に私が寺を出る機会が増えました。講演とかワークショップだとか。ですから人は増えたけれども私が留守することが多くなった。でも逆に私が留守してもここが回れるようになったという、まあ、ありがたい効果があります。で、まあ今から数週間前ですけれども、久々に安泰寺の、メンバー4人まで減っちゃった、時がありました。まあ安泰寺の犬が死んじゃったというのが一つ、のきっかけでしょうけれども、それだけじゃないと思います。まあここで得度したいと言ってた人が割と急に出ましたし、他の人たちも、宅発行く予定があったのに、うん、今はもうとてもじゃないけど宅発に行けるような状態じゃないと、私と3人だけここに残して2人は急遽ちょっと、自分の振り返る、あんたの修行を振り返るために2週間休みを取った時期がありました。今から、それがあってからではなくても3、4年、5年前から、安泰寺は、まあ、短期で来てもらうのもいいんだけれども本当に必要なのは最低3年ぐらい居続ける人、本当は3年じゃなくてそれこそ内山老子が言う10年、でも10年というとまあ、ほとんどの人には、気の遠くなりそうな年数なのでちょっとバーゲン、安売りのつもりで最低3年と言ってる、3年でも長いという人もいますけれども、3年で、安泰寺を卒業するのではなくて3年ぐらいおれば大体修行とはどういうものなのか見えてくるんだろうし、続けたいか続けたくないかというのも見えてくるはずです。ですからまず3年で、3年でスタートラインに立ってもらおうという、3年もおれば、まあ、1年目は何にも右も左わからない人が2年目でようやくあこういうふうに物事がつながっていると気づいて、3年目になれば、少し恩返しができて指導もできるようになるんじゃないかと、まあ、そういう意味で今から、5年ぐらい前でしょうか、3年、最低3年というルールができたんですけれども、結構、例外を設けて、3年というつもりがなくても、80日だけでもいいよと、トライアルで来てもらってもいいし、それもダメならば、まあ2週間、毎年2週間だけ来てもらってもいいと。で、そのためにはもちろん、日本語もいらない。3年間降りたいんだったら、それは日本語を勉強した方がいい。ビザの申請だって日本語ですし、役場の登録も日本語ですし、病院に行くときだって、お医者さんはみんな英語がペラペラなわけではないので、安泰寺で英語が通じても、お客さんが来たときは日本語で応対しなければいけないし、電話出るときはもちろん日本語ですから、日本でやりたいんだったら、
まず日本語を、まあ、勉強してください、まあ、ホームページにも書いてあったんですけれども、実際に今ここに来ている人たちの多くも、日本語は決して達者ではない、まあ仕方ない、日本語は難しい、そうすぐには学べない、ですからトライアルの時は別に日本語喋らなくてもいい。ただ問題としては、じゃあトライアルの後に残っている人はサムの後に日本語を勉強する余裕があるかというと、なかなかそういう余裕はない。ムイさんは毎朝2時に起きて2時間座禅までは勉強したとか聞いているけれども、それぐらいしないとなかなか身につかない。ですから問題としては、仕方なく日本人は英語で喋らないといけない、日本人の英語がどん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 上達するというのは、まあ、日本人にとってありがたい効果かもしれないけれども、外国人はなかなか英語が上達しない。ですからまあ今日の冬は、ちょっとドタバタがあって、それも、まあ、誰が悪いかというと私が一番悪いと思うんですけれども、ここにいる人たちにも何のためにここに来ているのか、冬暗号の場合も冬暗号中で何をすべきなのか、毎年冬で言うけれども2ヶ月はすぐ終わってしまう。最初の1ヶ月はリンコ、それから1ヶ月は自分の勉強とレポートだけれども、そのつもりにならないと結局2ヶ月過ぎて何も学んでない。今年もレポート提出した2人はただインターネットからパクった、テキストをそのままコピペして提出している。それじゃあここ安泰寺で過ごしている意味はない。でも本人たちは、いや、安泰寺の問題は自分じゃなくて全体の雰囲気が悪いとか先輩が悪いとか、いろいろ言っている。まあ、日本人と外国人の考え方とか受け取り方の違いもあるかもしれないけれども、外国人が日本まで渡って禅道場に入るときは、まあ、何かを求めてもちろん来ているわけです。自分を高めたいとか、それこそ悟りたいとかいろいろあると思いますけれども、リトリートに参加している気分で来る人も多いかと思いますね。でホームページで見た、あるいは映画を見て楽しそうだったから来る人も少なくないと思いますね。日本人はむしろ禅修行は厳しいんだというのは最初からあると思いますし、自分の自我を殺さなくちゃいけないというのは前提としてはまずあると思いますね。まあその日本人の悪いところというか、そこの落ち入りやすい、まあ、誤解、修行道場の誤解としてあるのは、罰ゲームみたいな気持ちで修行する人もいるんですね。彼女に振られたからお寺に入ったとか、就職活動に失敗したから、お寺に入ったとか、親の言うこと聞かない中学生が無理やりに親にお寺に送り込まれた、つまりまあ罪滅ぼしみたいな、気持ちでやっている。で修行はもちろんそうじゃない、自分のためにやるもんですから、本来ならお金を出しても、安泰寺ですから出す必要はないけれども、それぐらいの気持ちでやるべく、
でもリトリート気分で楽しくないとダメだとか、自分がしたいようにするというのもちょっとまずい。ちょっと誤解を招いたかもしれないというのは、私の大人の修行というタイトルでホームページに載せている文章、まあ私よく話でも使っているんですけれども、この大人の修行という、ホームページでの、まあ、テキストを書き始めたのは道長になって2年目だったと思います。多分平成15年だったと思います。ちょうど、まあ、安泰寺のホームページを立ち上げて2年目。最初から、まあ、毎月、もともとは浜坂で配ってた寺の頼りがあったんですね。それはおそらく私の師匠の代から、今から25年前ぐらいからその頼りができたんですね。毎月月末に頼りを作って、接し前の法さんに浜坂の役場とか駅前の掲示板とか B&G とか5、6箇所にそれを貼ってたんですね。ほとんどそれを読んだ人はいないと思うんですね。たまには、あの駅前の三崎の喫茶店でも貼って、そこには愛読者が一人いたようですけれども、それを見て反応があったというのはあまりないんですけれども、まあいただき物があったら冷蔵の中にこの頼りを入れたりしました。で、今から15年前に、ホームページの中にもそれを載せたんですね。ですから浜坂に配る頼りとホームページに載せる同じ内容の文章があったんですね。今はもう配ってないんですね。今はホームページだけですけれども、それはどういう内容だったかというと、最初はまあよくお寺の頼りにありそうな、ちょっとまあありがたいお話とか、道元禅師のフレーズをちょっとピックアップして、春は花とか、ちょうどこの時期だったら春は花と道元禅師は書いて、で、まあ、それについて、原稿用紙2枚分ぐらいの話を書くんですね。でもどうも読む人はあまりいない、書く自分、最初は私の師匠が書いたんですけれども、私が道中になって私が書くになったんですけど、自分もまあちょっとうんざりしてしまう、そういうありがたげな話を書いても、そんな話を書くぐらいだったらサムをしたり、いろいろ他にやることがある。で、2年目の時に、誰からかわからないんですけれども、こういう文章があるので君の参考にしてくださいというメールが送ったんですね。で、その、文章の内容は私の一人の先輩が、広島にある修行道場に行って、そこで体験したことの、まあ、話だったんですね。この先輩は、まあ、私が最初にあんたたちに来た時はちょうど3年目だったんですね。5、6年目の人が2人行って、で3年目の先輩が行って、もう1人、まだ1年目の先輩が行ったんですね。で、まあ、個人的には私はこの3年目の先輩はちょっと苦手だったんですね。誰にもおそらく苦手な先輩は必ずいると思うんですね。こいつだけはもう許せないというか、こいつは何のためにあんたたちに来てるんだと。こいつさえいなければあんたたちはあれだけ素晴らしいのに、なぜかこいつがいつもおるんだと。こいつだけとはサムしたくない。こいつが天蔵になった時には必ずまずい飯が出る。
ちょっと苦手な先輩だったんですね。で、7年ぐらいは安泰寺に行って、飛び出して、その時点ではまだ司法してなかったんですけれども、自分の修行仲間に、ゆくゆくは、お寺をもらったりとか、そういうこともあるかもしれないので、一回安泰寺に戻って道場にお願いして、司法ぐらいはした方がいいじゃないかと。で、老子とか戻ってきて、司法がしたいですと。で、その時の、道長さんも仕方なく、はい、わかりましたと。師匠、私たちがちょうど接心している間に、司法させて、再び安泰寺を降りたんですね。で、音沙汰なかったんですけれども、道長になって2年目にもらったこのメールの内容によると、安泰寺を出た後に広島のこの修行道場に行って、目から鱗が落ちた。そこでは呼吸に気づきながら座るわけです。で、そうすると、今まで眠ってたばっかりの自分が、座禅とはこういうものだったのかと初めて気づいた。7年間の安泰寺の、修行の年月は無駄な時間だったと。安泰寺では何の指導もなかった。なぜもっと早く、ちゃんとした指導者に会えなかったんだろうかという、そういう反省文だったんですね。それを本人ではないと思いますね。誰か修行仲間が私のところに送ってきては、君もそれを参考しなさいと。で、そこで私が火がついて、大人の修行を書き始めたんですね。日本人の皆さんはもちろん読んでいると思いますけれども、一番最初にそこで書いているのは、私がまだ22歳の留学生として、最初にあんたたちに来た時に、おそらくどんな参禅者でもそう言われたと思うんですけれども、当時の住職、後の私の師匠に、お前があんたたちを作るんだと言われた。で、私自身もこの安泰寺を作るとはどういうことなのかは最初は全く分かってなかったんですけれども、おそらくこういうことだと思うんです。半年なら半年、3年なら3年、10年なら10年、安泰寺にいたとしても、その期間中に何が見えてくるのか、何が見えてこないままなのかはお前次第、お前だけにかかっている。たとえ10年間ここにおったとしても、自分が目を開いてみなければ何も見えてこないし、自分の耳を使わないと人の話も聞こえてこない。そういう意味で安泰寺を作るんだと。つまり7年間何の指導もなかったというならば、本人が安泰寺を作ろうというつもりになってなかったということ。師匠が悪いと言うけれども、師匠はちゃんとお前が安泰寺を作るんだと教えているはずです。で、この先輩は後に、広島に行って、本人も7年間ずっと、寝てたと、認めているわけですけれども、たまには座禅中にいびきさえ聞こえた時期があったんですね。うるさいと同調が怒る時もありましたし、セッションが終わった後のティーミーティングで、座禅はただ座ることなんだけれども、ただ居眠りをこぐことではないぞと言った時もありました。で、そのティーミーティングが終わって、道長さんが法上に戻った後に、この先輩が、先の話は誰の話だったんだろう、俺は寝てる人は誰も見てないよと、そんなに居眠りする人は今あんたたちにいるんだろうかと。で、周りの人は、お前のことだ、
じゃあ寝てるつもりはないと。で、後になった、アントラジュ出た後には指導はないと言うんです。ちゃんと言われてるのに、言われても、いや、僕のことじゃないはずだと。で、その後に、大人の修行の中で、有名なお前がどうでもいいという話が出てきます。今、まあ、講演とかに呼ばれるときは、大体こういうふうに言ってます。私が最初の天蔵当番になった時に、朝ごはんはまだなんとか間に合ったけれども、12時の昼ごはんでつまずいた、乾麺でうどんを作れと言われたけれども、ドイツにはうどんというものがないから、スパゲティアレンテのつもりで作ったら硬すぎて食えないと昼ごはんの後で言われた、注意された。じゃあ次の日は、柔らかくしてやろうと思って30分湯がいたらおかゆになっちゃったと。それまた、先輩に言われた。で、毎日天祖のことで注意されるわけですから、しまいに私は何も勉強、料理の勉強しに日本に来たんじゃない、私は仏道修行しに来ましたと言うと、師匠が大きな声で、お前なんかどうでもいいって怒ったと。でまあ、これが作り話で、本当の話は大人の宗教シリーズに書いてあります。一番最初の私の本の中にも書いてありますけれども、私が直接に言われる以前にはこの問題の先輩が言われたんですね。ある夏の日に、その時点で彼はもううんついがしでなってたんですね。で、夏の間だけは大学生の短期参戦者が多かったんです。で、暑いので三前者ももう疲れているらしいから、道長さんが気を利かして、雲水頭に、私の先輩に、彼らをまあ海に連れて、今日は海水浴させてあげなさいという。で、安泰寺はその当時は2トントラック1台しかなかったんですね、車。で、その2トントラックには前2人が乗って、2台に、まあ、ブルーシーツの下で何人か隠れることができるけれども、十数人いるわけですから、何人かは自転車で行かさないといけないし、ヒッチハイクさせなければいけないし、要するに、まあ、どの時代の雲水頭もそうですけど、道長は、ああせこうせと言うけども、全部みんなをまとめて、それを実行させなければいけない。雲水頭、海水浴といったって、その十数人をどうやってビーチに行かすのか、場所がわからない大学生だったけどたくさんいるわけですし、返すのも大変ですし、中にはこの大学生の中には、僕は何も海水浴をしにあんたちに来たんじゃない、僕はむしろここで散歩がしたいとか、一人で本堂で座禅したいとか、いろいろわがままを言い出す人もいる。そこで雲水頭は道長さんに、こんな勝手わがままを言い出す人はおるんだけど、どうしたらいいんでしょうかと言うと、ああそんなにあんたちで残りたいんだったら残したらいいじゃないかと、行きたい人だけを連れて行きなさいと。で、そこで先輩は、実は僕だって行きたくないと言ってしまったんですね。それがきっかけで、お前なんかどうでもいいと、参戦者のことを心配しなさいと。そこで初めて聞いたんですね。まあ、その後に私も雲水頭になって、私もいろいろと言われるようになったんですね。今ここにまだ入って1年目2年目の人も多いけれども、多分1年目2年目の人は虐げられているというか、もう一人前として扱ってもらえない、責任もなければ自由に行動もできないで不満に思っていると思う。先輩は羨ましい、エコさんあたりだともう好きなことばっかりできる、自分は何もできない。でも実際に雲水頭になると一番大変。それまではいろいろと教えてもらえるし、失敗しても許せるし、責任がないからこそ放散もある、ゆっくりお風呂入って薬石までは何もやることもない。で、まあ
道庁にもインタビューにも呼ばれるし、みんなに大丈夫か、元気かいとなんか構ってもらえるけれども、年数が上がれば上がるほど、うん、見てもらえない、同時にも見てもらえない、逆になんか、なんで新しい人まだできてないの、先輩は教えてくれないと、プレッシャーがばかりかかって、全然構ってもらえない。私もだから7年目、8年目は、それまでは、うん、運水学者はもう、憎いぐらい、なんかあいつ恨まやわしい、好きなことばかり、命令ばかり下すけれども、自分がなってみると大変だと。海水浴釣れるだけでも大変。さもまとめるのも大変。そういういろんな話が大人の修行の中に出てくる。きっかけはこの安泰寺では指導がないという先輩の発言だったんですけれども、そんなはずはない。指導はあるんだけれども、それに気づくか気づかないかという問題であって、それこそ大人の修行である。安泰寺をまず俺が作るんだと。でそのために自分を忘れる、自分の思い、自分のわがままで作るものじゃない、自分を手放してこそ初めて作れる。ところが特にこのお前なんてまあどうでもいいというのはよくても、安泰寺を自分が作るというのは間違いやすいと思うんですね。今はもういないけれども、ここに1年2年前ぐらいにしばらく行った人ですが、天蔵やりながらヘッドホンをつけて音楽を聴いてる。先輩が直接に注意すればいいんだけれども、その時の運水頭はちょっとまあ優しいというか、怒るのは嫌な人で、私に聞くんです。今の天蔵はヘッドフォンをつけてますけれども、それでいいんでしょうかと。で私はダメに決まっているというんですけれども、それで本人が、いや私はヘッドフォンをつけると、天蔵のことに役立つ。要するにこのヘッドフォンをつけないと、オリジナルであったりクリエイティブな料理をすることはできない。だから音楽を聴きながらやってる。そうするといろんなアイディアが湧いてくる。おそらく、まあ、その人が安泰寺を作るというのはそういうふうに理解してしまったんでしょう。天蔵をやるときにはもう今まで誰も作ったことのないようなオリジナルなクリエイティブな料理を作る。もちろんそんなことは誰も期待してない。むしろその季節に合った畑に合った、ものを使ってもらわないといけないし、まず1年2年目は先輩から習って料理を参考して、クリエイティブでもオリジナルでも何でもなくてもいいから、あるべき食材を使って、みんながおいしく食べれるようなもの、作ってもらわないといけない。ヘッドフォンを作ると電話も聞こえないし、来客が来てもわからないし、みんなの様の様子もわからないから、それはもう今後どうだのはずなのに、本人は自分の世界に入っちゃって、しかもそれこそ安泰寺を作るんだというふうに理解している。他にもこれはたったの1で、他にもいろいろと安泰寺に来てすぐ自分のプロジェクトを始めたがる人がいる。もちろんそういう主体性を持って関わって、自分が中心になって何か新しいことを試してみるのもいいことだし、そういう人がいるからこそまた安泰寺が総理として発展するわけですし、今まで誰も、手を出したことのないハーブガーデンであったり、今まで失敗したけれどももう一度やってみたいという野菜を実際に作ってみたら成功したとか、そういう例もいっぱいあるわけですから、
それが決して悪いんじゃないけれども、まだ自分を手放したことが一度もない人が最初から俺はこれがしたいと、いうのもちょっと都合が悪い。だからむしろ順番としては逆だと今思ってます。まず自分を手放してからでないと安泰寺を作ることはできない。そしてこの安泰寺を作るというのも、作るというよりも安泰寺を発見すると言えばよかったじゃないかと最近思ってます。要するにまあディスカバーですね、安泰寺をディスカバーするかしないかというのが問題であって、何もないところで自分だけの安泰寺をクリエイトするわけではない。まあ、昨日は近隣の場所の話があったんですけれども、26日に新しい人が入ってくるまでは、ずっと同じメンバーでこの広間で近隣したわけです。ルールは一緒です。同じ感覚で。で、26日までの2週間はたった4人です。エコさんと私が古いメンバーで、他の2人は新しいんですけれども、ここは、ここの広間でするわけですけれども、4人ですから、角で立つと、感覚は、同じ感覚にならないので、角から離れて立つんですね、当然ながら。で、エコさんと私はそういうふうに立ってますけど、他の2人は、どうもよくわからん、どうも角に立ったつもりでやっている。で、その時は何も私は言わなかったんです。なぜかまあ別に、それほど困るわけでもないし、そのうち気づくんじゃないか。要するに、あ、エコさんと道長は歩き方が違うな、なんでだろうという、それこそ安泰寺を発見することであって、作ることなんだと思うんだけれども、結局、何日経っても何週間経っても気づかない。去年でしたか、一昨年でしたか、キーツラをぶつけてへこました人がいる。誰だって失敗したり事故したりする、私だって何回も何回もやっているけれども、ちゃんとブレーキを踏んだのかと、聞くと、いや、はい、ちゃんと踏みました、でもブレーキは効きませんでしたと。で、その車に詳しい人が言ったから、ブレーキが効かなかったらそれは大変だから見てもらったけれども、ブレーキはちゃんと機能している、それまでもブレーキが効かなかったことは一度もない。もう本人は譲らない。いや、私は確実に踏んだ。その時は効かなかった。今までは効いたかもしれないけれども、今も、その後、事故があった後もブレーキはちゃんと機能しているかもしれないけれども、私が踏んだ時、その時だけは効かなかった。これも何かが見えてない。本人が本当にそう思ったら全然見えてない。しかもそれはおかしいんじゃないかと言っても、いやいや、おかしいのは車であって私がおかしくない。要するに自分を手放す、現実を見ることができない。そこが一番今安泰寺で、の問題だと思うんですね。それじゃあ出発、修行が始まらない、修行への出発が、例えば2年経っても3年経っても、私は悪くない。だから安泰寺の冬のリポート、コピーページはダメだと言っても、いや、去年とか一昨年のレポートを見てても、そんなオリジナルなレポートばっかりじゃないよと、僕が初めてじゃないと言ってみたり、言い訳、文句、そればっかり。
だからこれからの安泰寺、この一個あんこを育てる安泰寺では、今いる人たちはまずこの自分を手放すこと、お前なんかどうでもいい、シャクシャクの関東で一歩前へ進むという、本来なら当たり前のことから学んでもらわないといけない。ですから今年はリトリート、5月と7月の5日のリトリート以外には例外としての短期参詣は受け入れないことにしました。今まで何回も何回も安泰寺に来たことのある人で、まあ大体安泰寺の様子の分かる人は、例えばリトリート以外の期間でも2週間3週間受けたりしましたけれども、今年はまあこの一個半個、本当に芽を出すような浮くもみじゃなくて円錐に沈むもみ、それを育てるためには専念したい。もちろん今年だけじゃなくて、数年間、それをやってみたいと思います。またいずれか、例えば短期間でも、日本語が分かってなくても、ちょっと年齢が40を超えたって、そういう人が来れるような安泰寺を作れたらいいと思いますけれども、そのためにはやっぱりしっかりした、まあ、柱となるような人たちが数人いないと、首里判読とか知事審議に一番最初に出てくるなんだ、そういう人はもちろん救うべきだし、そんな人は程度が低いから、レベルが低いから、ここでは安泰寺では受け入れないという資格は我々にはないと思うんですが、受け入れるためにはやっぱりこの一個半個の愚道者がないと、どうしてもゲストハウスという雰囲気になっちゃうんですね。ゲストハウスじゃない、それは分かってますとみんな言うけれども、ここがまだまだゲストハウスの空気が抜けてないということに気づいてすらいないということに問題があると思うんですね。いや、僕はゲストハウスに来てない、よく分かってますというそのセルフにこそ問題があるんですね。いや、まだまだゲストハウスだよ、これじゃ、だからまあこれからの安泰寺が間違ってもゲストハウスと言われないような、もちろん資格の取れるような専門僧侶にするつもりはないし、そういう僧侶とは全然違う雰囲気ではあると思いますけれども、それこそもう愚道者で求めるものがちゃんとあって、それが本人の中にはっきりした問題意識として現れて、しかも自分の捨てることもできる、俺はこういう問題意識でやりたいんだと、いくら言ったって自分を捨てることができなければ、それも総理の中では無理だと思います。まあ私はこういう安泰寺にしたいと思います。そのためにはまあ一番責任があるのは道中の私です、けれども一人ではできないので、皆さんにも助けていただければと、まあよろしくお願いしたいと思います。英語でも正直言うと、英語では本当は言いたくない、後で、まあ、英語でも説明しますけれども、英語で言っちゃうと、あ、どうせ英語で説明してもらえるんだったら日本語を勉強する必要はやっぱりないという甘えが出てしまう。ただ英語で言わないと伝わらないから、やはり英語で言っておきます。I want to say a little thing in English. Basically, my talk today is about what I want to do in Antaiji as the abbot. It's been 16 years since I became the abbot in 2002.
At the time, I was living as a homeless in Osaka, in Osaka Castle Park, in a tent, and I was leading a daily Zazen class in the morning. And I had a girlfriend named Tomomi, who is now my wife. And I'd been living in the park for 6 months when my teacher had an accident with a bulldozer and he fell into the river and died. It was February 14th, Valentine's Day. And when I arrived in Hamasaka in the hospital, my teacher was dead already. And my four senpai, the older students at Antaishi, had already left Antaishi several years before and were responsible for other temples. And there were only two unsui living in Antaishi at the time who didn't have much of an experience. So my senpai told me, well, it seems that you have a lot of leisure there in Osaka. Maybe you can take care of Antaishi at least until the spring, until we have found a successor. And I was not too happy about that because it was Valentine's Day and wanted to see Tomomi in the evening. But, well, I could hardly say no when my teacher had died and somebody had to take care of Antaishi. So I called Tomomi and said, sorry, I can't see you too tonight, dear. Can you wait a little? And she said, well, for how long do I have to wait? We had known each other only for 6 weeks at the time. I said, well, I'll probably come back to Osaka in the spring. It was still February, so I was still some time to wait, but she said, okay, I'll wait for you. Then in the spring, around this season, when the cherries started to blossom, there was the 49-day ceremony that you do in Japan, 49 days after a person has died. The snow had melted and the bones of my teacher were put into the grave. And at the time it was decided that I should be the next abbot, which I didn't expect. Probably my teacher would never have expected that. But the older students already had temples to take care of. Some of them were married. And when I was asked if I would do the job, I said, well, if nobody else is going to do it, of course. I mean, it's a great honor. I'm not sure if I can do it because I always wanted to teach Zazen. Because after I got into contact with Zazen at age 16, I very soon felt this is what I want to do for the rest of my life. I felt that this changed my life. I want to continue with this practice, and if I can share that with others, that would be the greatest, well, gift for me. So that's what I did in Osaka. And I wanted to continue there in Osaka for maybe 3, 4, 5 years, and then maybe eventually go back to Germany and start a small group in Germany. I never thought that I could do it in Antaishi because I'd never worked with the big machines, with the power shovel, with the bulldozer. I was never responsible for the rice field. I was responsible for the vegetable fields, the hatake, but I had no idea how to do the rice field. I was never the main tenzo. I was never responsible for repairs and stuff like that. So I knew maybe half, but a lot of things, I had no idea. My teacher was the only one who operated the big machines. He never showed me how to operate them, how to start them, how to repair them, how to maintain them. I felt I couldn't do that, but if nobody else does it, then, well, I'm going to try. And one of my senpai, one of the older students, said, well, if I was you, I wouldn't do it either. So I'm not going to do it, but if I was you, I wouldn't do it either. So I can't recommend that you do it. And I asked why. And he said, well, because Antaishi has no money. And that kind of struck me as a very strange thing to say because, well, as I was living in a tent in the park, I never had the idea that you would need money to practice Zen. Why would you need money? In the worst case,
it was raining through the roof already at that time, 15 years ago. So there was problems with the building, all of the machines were rusty, there was no money to buy tools. So obviously, Antaisi didn't have money, but I mean, in the worst case, the whole thing would fall to pieces and then I could still go on living in a tent. So I thought, where's the problem? I'm living in a tent now. Right now there's a roof. Great. And if the whole thing collapses, I'm going to go and back to live in the tent. So I was quite optimistic. If the lack of money is the biggest problem, well, then there can't be a big problem here in Antaisi. Money will... You can beg for money, for example, what we do sometimes during the year. You can go to Takuhatsu, beg for money if you don't have money. There's other forms of support. And at that time, I asked Tomomi if she would become my wife and move with me into Antaisi. And she had been living in Osaka for her whole life. She was the oldest daughter, so probably also her parents were worried what would become of her. She has one younger sister, but it's the oldest daughter. It would have been her traditional responsibility in Japan to take care of her parents, as there was no brother in the family. And so she asked me, well, how long are you going to do that job? And I said, well, the minimum was going to be 10 years. And that's because when Uchiyama Roshi became the abbot here 50 years ago, he said right from the beginning, I'm going to do this job 10 years. Then I'm going to retire. And that's what he did. So he became the abbot in 65, he retired in 75. And he gave it to Watanabe Roshi, his successor. And Watanabe Roshi was the abbot for 12 years. After 2 years, he moved the place from Kyoto to the present location. And then in the present location, he did it for 10 years. And then my teacher did the job for 15 years until he had his accident and I became his successor. I was the youngest and the least experience of his five disciples. So if I wouldn't have done it, maybe one of the other four would have done it. Who knows? But anyway, I thought, well, I need minimum 10 years, but if I'm going to be the abbot for 15 years, then there should be a successor. So I said, Tomomi, somewhere between 10 and 15 years. And now it's 16 years. So Tomomi is kind of sometimes asking me, well, you said maximum 15 years. And the kids are will be going to high school. At some point, they're going to go to a university. And Tomomi's father isn't well. He's in the hospital. So she has to also feels that she would like to do something for her father, but she can't when she's here. And I'm kind of, I feel a little responsibility. The other day when I was talking to Dosen, when I told him that, I said, well, after 15 years, I should have had a disciple, or I thought I would have a disciple. Dosen said, well, I'm very sorry that we don't grow as you expect us to grow. But of course, the responsibility is with the teacher. Dogen Zenji writes that in the Gakudoyo Jinshu, which we have in the English translation, is in the library, the Sotoshu translation is in a book that's called Heart of Zen. And there he says the teacher is like a carpenter and the students are like pieces of wood. And what becomes of the wood depends on the carpenter. So if the house is falling to pieces, the carpenter shouldn't blame it on the wood. It depends on the carpenter what you make out of the wood. So it's my responsibility. And what I think is my task from now on is to raise students. In one of his works, Dogen Zenji says that you should have one or at least half a person as a student. So you should look
for one true student, or at least half a true student. What that means is probably that it's not about the numbers you have. It's not about having a lot of students. You need one that really gets it and then transmits the way. Some people say, well, the more students you have, the better. And there's also some truth. For example, if you have 100 students already as a teacher, probably your desire for the 101st student is not so big. If you have 100 or 101 students, it doesn't really matter. But for the 101st student, it makes a big difference. Who cares about the 100 students before you? If you have the opportunity to study with a teacher and you are 101, for you, that's the difference is from 0 to 1. If you can be number 101, it's a big difference for the student. So there's nothing wrong with having a lot of students, I think. On the other hand, a couple of hours ago, we did the ensuis and the floating of rice on salty water. We do that every year to separate the good, well, good in parentheses, good rice from the bad. Kind of Mikael was asking, the ones that are floating up, are these bad rice seeds, he was asking. And Eko-san said, no, they are not bad. It's just that they are light and they won't sprout. It's more difficult for them to sprout. While the heavy ones that sink, they are more likely to sprout and grow into rice that will again have seeds. And when Eko-san said that, the light ones are kind of like the residents at Antaishi. Eko-san said, well, what Eko- say. When Eko-san said that, I said, sorry, once more. So Eko-san said, the ones that are floating, they're not bad rice. They're not bad. They're good rice. It's just that they're light and they're unlikely to sprout. And I said, well, that's just like the people we have here in Antaishi. Not bad people, all of you. Very nice people, and you've come to Antaishi for practice, and you're aware that this is not a guest house. You're serious. But still, sometimes I have the feeling there's a certain lightness there. And very few people really come here, not only for themselves, but also because they actually want to transmit this way and actually maybe think seriously about one point in the future, I might be a teacher and transmit that to somebody else. That's basically what Dogen Zenji is talking about. Ikko hanko no setoku is the Japanese, when he says you should have one or at least half a student. You should aim at this one or even only half a person. What do I mean when I say that some of the people here are a little bit light and maybe not sprouting? I don't have too much time right now to say all the stuff that I said in Japanese, but if you want to know how I felt in the first years as the abbot, you should read the adult practice articles that you find on the homepage, or maybe some of you, maybe all of you have already read them. It says on the staying at Antaishi page, that's something that you might look at. I started to write those in my second year as the abbot. The occasion that made me want to write these articles was that one of my senpai, one of the older students, who had gotten Dharma transmission under my teacher after he had stayed here for 7 years. And he also happened to be the senpai that I liked the least. Usually most people at Antaishi, you have one kind of special senpai that you really don't like.
You really hate to be with him. You hate to have to do samu with him. You hate it when he's tenzo because the food doesn't taste when he's the tenzo. And he was kind of this my favorite bad senpai, the senpai that I really didn't like so much. And at one point he left Antaishi. At that time he didn't have trauma transmission, but people around him said, well, if you don't have trauma transmission, you can't work as a priest. So you should go back to Antaishi and ask your teacher to give you Dharma transmission. That's what he did. He came before a session and my teacher, for some reason, he agreed, okay, I'm going to give you Dharma transmission. Then go away, please. And he did that, got Dharma transmission and left again. And then for several years, I didn't hear from him. But then I got this email, not from himself, but somebody else. And in the email, it was a text that my senpai wrote. He went to some other practice place and he was really enthusiastic about that place because there they told him to watch his breath when he's doing zazen. Very common technique to watch your breath when you're sitting. And he said, well, for the first time, I realized what zazen is all about. Finally, I can sit awake without sleeping and... what a waste of time, these 7 years that I spent in Antaishi, nobody taught me about zazen. Or actually, he wrote in the text, it was forbidden to watch the breath in zazen, in Antaishi. But now, as I practice this, how do you say in English, scales from fall the eye, fall from the eyes? This kind of expression, I think, from the Bible. Finally, you see clearly. And that made me decide to write the adult practice series. And if you read it, you know it starts right from the start. There's this saying, you create Antaishi, which is what I heard from my teacher when I was still 22. And I visited Antaishi for 6 months. I was still a student. So right from the beginning, I knew I would stay here only for 6 months. My teacher knew that. Still, he said, you create Antaishi. And I probably didn't really understand it at the time, but what I think that he meant is when you can stay here for 6 months, you can stay for 3 years, you can stay for 10 years. What you will learn during that time depends on you. If you don't get serious about it, 6 months will pass, 3 years will pass, 10 years will pass, and you will learn nothing. If you get serious about it, you will learn in 6 months, what you can learn in 6 months, in 3 years, you will learn what you can learn in 3 years, and in 10 years, 10. It depends on you. So in this way, you create Antaishi. So if after 7 years, you leave Antaishi and you say there was no teaching, it's not because there was no teaching, it was because you didn't discover it, you didn't look for it. So my senpai had the habit of sleeping a lot during zazen. He was not the only one that it happens that people sleep, but he was sleeping really quite a lot. Sometimes he was snoring quite loud. And my teacher, sometimes during the zazen, he would shout, be quiet, or don't sleep. And after one of the sessions during the tea meeting, he said, zazen means to just sit. It doesn't mean to just sleep. The zen and sleeping are two different things. Then he would leave after the tea meeting. And the people that stayed here, when you take care of the cups, my senpai would say, who was he talking about? I don't see anybody sleeping during the zen. And everybody else was pointing finger at him. Well, you're the one, you're the one. No, I'm not sleeping. Well, of course, when you're sleeping, you don't realize you're sleeping. So in a way, it's natural that you wouldn't realize. But and later he says there was no teaching. Well, there was teaching, but he didn't want to hear it. He didn't want to accept that he was sleeping. Even when people tell him, you're sleeping, wake up, do something about it. He insists, I'm not sleeping. And then there's the story of this, you don't count at all.
Today, when I'm giving talks in Japan, I usually tell the story as I was training as the Tenzo for 1 month, 2 months, and then one day was my first 5 day cycle, and I had to make udon at lunch. But I didn't know what udon was, so I was doing it kind of spaghetti al dente style. And later I was yelled at by the senpai, well, udon is not spaghetti, it's Japanese, they like it a little softer. So the next day I would boil the udon for 30 minutes and I got the okayu gruel. And again, after the meal, say, well, you ruined the udon. It's a precious precious gift for Anta, I see. You shouldn't make okayu out of it. So one day, because I was every day criticized for my cooking, my Tenzo performance, I said, well, I didn't come to Japan to learn about cooking. I came to Japan to learn about Zen. And then my teacher said, you don't count at all. The true story, probably you find in the English articles. The first time I heard this, you don't count at all, was in a summer when there were a lot of short-term practitioners here. And my senpai, who was the oldest monk, the head monk at the time, he was responsible for organizing all the samu and getting everybody together, basically the job that Eko-san is doing now. And one day the abbot said, well, it's very hot and everybody's tired. Why don't you take all the short-term practitioners to the beach in Hamasaka and you go swimming? And at the time, there was only a two-ton truck in Antaishi, no other cars. And only two people can sit in the front, and then some people can hide under a blue sheet in the back of the truck. But other people have to go by bicycle, other have to hitchhike. A lot of the people don't even know where the beach is in Hamasaka. So it's hard, it's difficult for the head monk to organize, to get them all to the beach and to get them back here safe, and nobody should get lost and stuff like that. And then some of the practitioners who had come only for a week or two, they said, well, we didn't come to Antaishi to go swimming at the beach. We want to practice Zen. So if you go to the beach, fine, I will stay here and sit Zazen alone in the Hondo, or I will take a walk in the mountains. Don't worry about me. And the head monk says, no, we have all to go together. It's part of the practice. And he goes to the abbot and says, here, there's these practitioners and they don't want to listen to me, and what should I do about them? And the abbot said, well, if they insist on doing Zazen while you go to the beach, let them, those who want to stay here, let them stay here and just take the ones that want to go to the beach. Then the headman says, well, honestly, I don't want to go to the beach either. Then the abbot said, you don't count at all. It's not about you. Your job is to take those who want to go to the beach to the beach. And nobody has asked if you want to go or not. That's the first time I heard this. You don't count at all. And at that time I said, yeah, finally you said it to that senpai. I was really happy. But then a couple of years later, I was the first monk and I got to hear this quite a lot. You don't count at all. Maybe in the beginning, during the first year, during the second year, you might think, oh, the senpai, they have it easy. Like they can organize the samu and they can order their kohai around. But actually, it's quite different. Like in the beginning, maybe you don't have the feeling that anybody takes you serious and people tell you, oh, you're only guests here, you're only couch surfing. But actually, in the beginning, you have the most time for yourself. You have a lot of free time because you have less responsibility. You get a lot of feedback, which often comes in the form of criticism. So you're not so happy about it, but still you get some attention. You get some teaching. The higher you rise, the less feedback you get. And when you get it, it's kind of the abbot telling you, why don't the newcomers know how to use the oryoki? How come that there's still electric light on in the toilet? And then you feel responsible for that because you're the head monk. You are responsible for teaching the others. You're not the one who left the lights on. So you have to teach all that stuff. You have less free time. And the people hate you for it. It's not even like with Dojo-san. If Dojo-san would say, oh, okay, it's Dojo-san.
But if the head monk says this, or he or she is an asshole and he's only criticizing, he's always in a bad mood. I was like that 20 years ago. And I got this, you don't count at all, to hear at the time. And well, I write about all this stuff in the articles. So if you don't know the articles, I would strongly recommend that you read through them. You find it in the archive of the Antaji homepage. Why am I saying that? You might already have heard about these two famous ones. You create Antaji, that's the first thing I heard, and then the other one, you don't count at all. And I think that especially the first one is maybe easy to miscomprehend. You don't count at all. Might be harder to swallow, but that's pretty straightforward. The one that says you create Antaji is easy to miscomprehend. For example, there was a tenzo here 1 year or 2 years ago, and she was cooking in the kitchen with her headphones on, listening to music. And the head monk at the time, he was a really, well, nice guy. He hated to criticize people. He hated when he had to criticize people. So rather than telling her directly that she should take her off the headphones during the tenzo, he was asking me, well, she's doing this with headphones, is it okay, maybe? I said, of course not. No, of course not. And then later she comes to me and said, well, the head monk is criticizing me for my headphones. Why is that? It helps me to be more original and creative when I'm tenzo. So listening to the music helps her to be more inventive. And probably that was her idea of creating Antaji, to not just copy the dishes of other people, but she had no experience with Japanese food, but the music got her into a mood that made it easier for her to relate to the vegetables and make inventions there and creations. But from my point of view, that's a complete misunderstanding of the idea of you create Antaji. Nobody asks you to be creative or original when you're tenzo the first time. You need to use the vegetables that need to be used. If you don't know which, then ask your senpai. You don't have to create dishes that nobody has cooked before you, but the dishes that are appropriate to the scene, appropriate to the vegetables we have at the time in the field. And of course, when the telephone rings as the cook, you have to hear that, you have to answer the phone, or if you can't, you have to ask somebody to do it. If there's a guest coming, if there's the postman coming, you need to realize it. You have to see where the others are moving. For this, you need your ears. So if you have headphones on, you're living in your own world. So cooking with your headphones on and trying to be creative is not what I would call you create Antaji. Rather, now I would prefer to say you have to discover Antaji rather than create Antaji. When you say create Antaji, people have this idea that, oh, I need to somehow have my own project here in Antaji. I have to start something that nobody did before. And sometimes that can be okay. If people develop that initiative and they try and challenge growing some vegetables that we never did before, and sometimes that succeeds and that can be good. Or the herb garden, the Zen garden, all are examples of somebody starting some project and sometimes it can succeed, but often it also it doesn't. Especially it's a problem if people haven't learned to let go of themselves first, but they have this idea, oh, I need to do something really original. I have to create my own Antaji. No, first you have to discover Antaji. So one example of how to discover Antaji is yesterday we had this explanation of where you walk during Kinhin. In the winter we were in this room, similar to there in the Hondo, where have this rectangular course, which isn't exactly square. So for 2 weeks, we were four persons. As it's not square, you don't start in the corners, but you start a little bit
away from the corners. And Eko-san and me are about a meter or so away from the corner. And the other two, I'm not quite sure where in their minds the courses, but at least one person seemed to be thinking she's standing at the corner. And I didn't say anything because I thought, well, maybe if she's looking at Eko-san or me, she's realizing that actually we're not at the corner. But then basically for 2 weeks, this person starting at the corner. So this would be an example of where somebody is not discovering Antaiji, or simple examples where you leave the light on the toilet when you're the last person, as happened today in the morning. Maybe you were so busy thinking about how can I create Antaiji, Well, creating Antaiji in that point means you need to discover you're the last person in the toilet and you need to switch off the light. Another example you might see that have seen that our pickup truck is in a pretty bad shape. It wasn't in the best condition when we bought it secondhand, but well, somebody drove it against a stone wall below the stairs. And the reason was that the brake failed. The funny thing is, until then, the brake had never failed. And we had somebody who's good with cars at the time. He had to look at the brake and the brake worked. And ever after, the brake worked. So, it's working now. It has worked all the time, except that one time when somebody wanted to drive down to Kutayama and stepped on the brake and it didn't work. So from my perspective, it's quite likely that actually he didn't hit the brake, but maybe the clutch or the gas pedal, who knows, can happen. But no, he says no. I stepped on the brake. I'm really sure I stepped on the brake. It's a little bit like my senpai when I said, no, I'm not sleeping. Well, you are sleeping. No, I would have realized if I was sleeping. No. Of course, there is a possibility that actually the car is strange or the brakes are strange. And during the 1,000 times that we stepped on the brake, that one time when I stepped on the brake, it didn't function. All the other times it functioned. It's possible, but the higher possibility is there's something strange with me. Maybe I thought I stepped on the brake, but I didn't. So when you practice, you also need to think about such a possibility. Or maybe I did actually made a mistake. I thought I didn't, but I made a mistake. Or the kind of Takuhatsu example. We had the plan to go to Takuhatsu. It didn't work out because we had problems in the Sangha at that time, about a month ago. Again, who's responsible for that? The teacher, and that's me, as the biggest responsibility. And who decided to take a time off. Now you're back again. But the original plan was going to Takuhatsu, and Eko-san, as the first monk, had to organize it. Her idea was to, for everyone to change clothes somewhere at the station, maybe in the toilet. There would have been other possibilities, but if the first monk says, that's what I want to do, the easiest thing is to just say yes. Or that's kind of what you say in the Zen monastery. If this was just some kind of community, you could say, well, now I would like to go to the hotel and change there. I would prefer this and this and this. But in Antaiji, or the Antaiji that I imagine, the easiest thing, and actually the only thing that makes sense in that situation is, well, if you say so, I'm going to do that. But quite often, and this is not the only case, I hear this always, this back talk, oh yes, but, no, but, like all the reports. Two of you sent reports that consisted basically of copy-pasted stuff from the internet. I said, well, that's not a report that you can show me.
after 2 months of study. Show me what you studied during these 2 months. And if it's nothing, then, well, you're wasting your time in Antaisi. There's no point in coming back. And again, I said, well, I was so busy studying Japanese. Of course, studying Japanese is also important. And actually, I wish I wouldn't need to give this talk in Japanese. By giving it in Japanese, I'm creating the impression that you can do it in English, in Antaisi. Which is true a lot of the time. So a lot of my talks are half in English, a lot of the instruction is giving in English, but when you go to the hospital, the doctor, unfortunately, often doesn't speak English. The nurses don't speak English. If you go to town hall, they don't speak English. If you do visa applications, you have to do it in Japanese if you want to. And so the phone, people who call in Japanese. The postman speaks only Japanese. You need Japanese all the time. And if you don't speak Japanese, you're forcing somebody else to do that job for them, to translate for them, to write something for you when you go to the doctor to go with you to translate. So you absolutely need Japanese if you want to stay here for long. So of course you should also invest your time, this precious small amount of free time you have, and now and during the winter if more. Of course you should also invest that for studying Japanese, but that should never be an excuse to not do your job or not to write your report. So now I'm thinking that if I would rewrite the adult practice series, one thing is that I would maybe rephrase "you create Antaisi" as "you need to discover Antaisi." It's up to you if you see it or not. It's there. It's always there in front of your eyes, but you need to discover it. You have to see it. For that, communication is also important. So if you speak only English, then unfortunately you miss a lot of the Japanese being communicated. And even if Japanese communicate in English, often they use the non-verbal part of the communication is still the Japanese one. So even if you understand the words, if you don't understand the non-verbal Japanese communication style, you still have a difficulty. You need to discover Antaisi, and maybe the "you don't count at all" shouldn't be the second step, but that should be actually the first step. If you don't first let to go off, let go of your ideas, or, well, I would prefer it like that, I would rather do this project. If you don't let that go first, you will have a hard time discovering Antaisi. So this year, as every year, there's a good amount of people who want to come to Antaisi, but not for 3 years, and also not as aspirants, but maybe only for 2 or 3 weeks. Some of them have done that in the past, and this year I've decided to only take people who really are aiming at the 3 years, which is unfortunate for those who were already looking forward to stay here for maybe only 2 weeks or 3 weeks. Well, there's the option of 5-day retreat, Tenzo retreat in May, and 5-day retreat in July. But from now on, what I view as my main task is to have one, or maybe only half, a student, but one student that is kind of heavy enough that he sinks in the salt water and finally will also sprout. And keeping Antaisi alive might not be the most important thing. I would love if this place still exists here in 30 years, in 100 years, maybe even in 300 years. I don't know if it's possible. Economically, it's difficult, and also you need somebody who actually does it after me. That's one thing that I would love to see, that Antaisi continues here in 10 years, 20 years, 30 years, and for that you need one guy who actually says, "I'm going to do it." But then I would also have people who
after they leave from Antai, said they continue with the practice, and maybe most of that will do it, most of you will do it only for themselves, but some people will do it as teachers in their own right, and they at one point might also have students. And right now, at this point in my life, rather than saying let's have as many visitors as we can here at Antaishi and have as many people as possible experience our life, for me right now it seems to be more important to have a one or maybe even only half of students who actually continue with the way. Okay, it's only already 5 to 8, so I'm gonna stop here, but if you have questions or comments, as always, you're free to ask whatever you like. まあ、いつものように質問やコメントがあればどうぞ何でもおっしゃってください。So I'm sure that nobody of you here is at Antaishi with the intention of doing some spiritual couch surfing. And all of you are aware it's not a guest house, but a place where you practice. It's just that you should not forget that it's not easy, and in the end it's a life, it's really a life and death matter. So it's not only a way of speaking to say, well, this is a life and death matter, but it's a life and death matter because you have to let go of your ego, and that hurts because that's what we cling to. And you get criticized, sometimes it's fair criticism and you get the point and you can appreciate it, sometimes it's not so fair. And Antaishi is not a concentration camp, so it's not that the objective of practice is to hurt each other. It's not that purposely we're trying to hurt each other, but if 10 people live together long term, they're gonna clash. That's also something I write about in the adult practice series in one of the first 10 or so articles. It's like living in a rock grinder. People clash and there's sparks flying and it hurts. But if you avoid that, you won't become round. So in a way it's necessary. And it's not the objective to feel comfortable. It's also not that we try to purposely always clash and hurt each other, but it's gonna happen. And when two rocks clash, in most cases, both of them are at fault. It's very rare that only one rock is responsible for this clash, but if you ask, well, what could have the other rock done wrong? What's wrong with the other rock? You don't learn. You don't learn from that occasion. So you should ask yourself, well, what could I have done better? And that's how you learn. And trying to change the other person, well, that's something actually that you need to do when you become first monk.
maybe one far day. You become first monk, then you also need to think about how can I help the others to change their behavior. But if you've been here for only a year or so, maybe the first thing you try to understand is, oh, how could I do better? And how could I make it easier for those who need to teach me? And that's, again, it's not easy, and often it hurts. And even if you have kind of your special senpai that you really hate, I could imagine that they're also having a difficult time. They're also having a difficult time. And maybe it's because of you, at least in part, could be because of you. So you could try to do something to make it easier for them. No questions? Nothing to comment? ご質問等なければこれで終わりたいと思います。修道無変性願道Seigan Gaku Butsudo